どうも、豆でラスカ気象予報士の村木祐介です。皆さんごきげんよう、気象予報士の田子アンナです。さあ、今回の企画は桜フォトコンテスト結果発表、イエーイ、来ましたね、ついに、はい。今年はなかなかお花見に行けない中、はい、ウェザーマップでは全国にいる気象予報士から桜の写真を募集したんですよ、はい。で、全部で200枚ぐらい集まりまして、本当に届きましたよね。そうで、前回一部紹介しましたので、そちらの動画まだ見てないよという方、はい、URL を概要欄に貼っておきました、はい。ぜひね、そちらから一度ご覧ください、はい。そして今回の企画は見ている皆さんに投票してもらってトップ賞を決めたんです、うん、はい。そうですね、うん、でどれがねトップになったかね、うん、楽しみなんですけども、はい、その他にも実は賞を準備しました、うん、そうなんです。それがこちらです、はい。ウェザーマップ社内での投票による社内投票賞、トップ賞と認証を準備しました。あとは桜と何かを組み合わせた写真に贈るベストコラボ賞、ウェザーマップの会長森田正光が独断で選ぶ森田賞、うん、桜の開花時期がややずれる北国の写真へ贈る北国賞、これら合わせて全部で6つの賞を準備しました。はい、豪華ですよね、うん、たくさんありました。どれも素晴らしい写真ばかりでしたので、うん、はい、早速見ていきましょう。まずは社内投票2位賞です、はい。惜しくもねトップは逃したんですけども、うん、素晴らしい写真でした。はい、それがエントリーナンバー68番、こちらの写真です。受賞したのは NHK 広島放送局で活躍中の勝丸気象予報士です。喜びの声が届いています。2017年4月に広島の平和公園で撮影されたそうです。うん、さあ撮るぞとバッチリ構えたわけではなくて、はい、急に風が吹いた一瞬に思わずシャッターを押した一枚でした。はい、舞う花びらの躍動感がお気に入りの一枚で、他の方にもいいねと言っていただけてとても嬉しいです、うん、わーいと言っております。おめでとうございます。いいですね、あの写真すごい私も好きです、ね、そう、はい、動きがあっていいですよね、うん、はい、ではどんどん見ていきましょう、はい。続いては、はい、社内トップ賞です。一番票を集めた社内の中で一番票をね。でこれ実はですね、はい、北国賞も受賞してダブル受賞、うん、あ、ダブル受賞、同じ方がそうだったんですよ。そうなんですね、うん、それがエントリーナンバー77番のこちらの写真です。はい、これ撮った人からですね、うん、動画が届いていますので、はい、こちら見てみましょう。受賞したのはこの方です。この度はありがとうございます、この写真はですね、岩手県の北上展勝地という場所で3年前の4月24日に撮影したものになります。関東にいるとなかなか鯉のぼりと桜って一緒に見ることができないので、嬉しくて撮った一枚になります。ここの場所は新幹線の駅から降りてすぐの場所にあるので、またぜひ行きたいと思っています。受賞ということでありがとうございました。ということでした、まあ、僕も秋田出身なのでわかるんですけど、はい、東北っていうと結構ね5月にこう桜の時期がずれ込むこともあるの で、うん、そうですね、割とね鯉のぼりと桜のコラボっていうのが結構あるんですけど、はい、関東から西だとやっぱりこういうのってあんまりないんですよね。そうですね、鯉のぼりの時にはねこう新緑になっているので、うん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 、まあ、緑とのコラボレーションはよく見られますけれども、北国ならではの、ね、素敵なお写真でした、うん、おめでとうございます。まさに北国賞でしたね、うん、はい。続いては、ベストコラボ賞、はい、コラボ、何かと桜、はい、ということですね。エントリーナンバー72番、はい、うん、こちらのお写真です。受賞したのは、うん、NHK 北九州放送局の森本マリア気象予報士です、はい。撮影は2018年の3月、埼玉県幸手市の権現堂桜堤というところだそうです。例年多くの人でにぎわう関東の桜の名所で、私も大学時代のお友達と行きましたということです。はい、桜と菜の花のコントラストがとても綺麗な場所で、うん、ベストコラボに選んでいただいてとても嬉しいですとのことでした。ね、本当に黄色の菜の花単独でも素敵ですし、うん、桜単独でも素敵なので、うん、そりゃ素敵素敵同士ならもう本当に素敵になる、はい、ね、写真でした、うん。ベストコラボっていうと結構動物の写真とかも多くてね、良、かったんですけども、うん、今回の受賞は菜の花とのコラボということになりました。はい、春のコラボ写真、うん、ね、いいですね、はい。続いては森田賞です。森田さんがどういった写真が好きなのかね、はい、非常によくわかるものになっていますが、うん、
エントリーナンバー154、はい、こちらのお写真でした。受賞したのは NHK 盛岡放送局の大隅智子気象予報士です。喜びの声がこちらも届いています、はい、一本桜と岩手山の組み合わせ、そしてその日晴れていたということでいいシチュエーションになりました。天候によっては一本桜はあまり咲かなかったりするのでタイミングがちょうど良かったです。当日も多くの写真愛好家が撮影していましたとのことで、はい、喜びのコメントが届いています。はい、森田さんにですね、うん、直接選んだ理由を聞いてみました、うん、森田さんのお言葉ですけれども、うん、森田さんは桜にすごく寄ってる写真よりも引いて風景と一緒に写っている写真がお好きなんだそうです。基本ね、引きの写真が好きなんですよね。そうなんですよ。一緒に日食見に行った時も、うん、日食の太陽だけを撮るなと、全体の風景も含めて撮れって教えられまして、はい、うん、引きの写真が基本好きなんですよね、うん、そうなんですよ、うん、でやっぱり写真も引きの方がいいよとおっしゃっていて、うん、まあ、その理由としては、うん、桜だけで撮るとどこの桜かってね一瞬わからなかったりするんですけど、引きで撮ることによってそのお花がどういう状況下で咲いているのかというのが写真だけで物語るということがいいところだとおっしゃっています。写真ってでも本当に全くそこに行ったことがなくても写真を見るだけで何か雰囲気を感じたりとか、まあ、今みたいに撮った方の気持ちがあのにじみ出たりするので、まあ、そういうところがすごいいいのかなと思いました。素晴らしい写真でした、はい、さあいよいよ、はい、一般投票のトップ賞です。はい、たくさんねあの投票していただいてありがとうございました、うん、ありがとうございます。一番票数を集めたトップ賞は、はい、こちらです。青森県弘前市、うん、弘前城のお写真です。これになったんですね。そうなんですよ。受賞者からねまた喜びの声が届いていますので、こちらの動画をご覧ください。はい、皆さんこんにちは、気象予報士の田中千翔と申します。この度はたくさんのご投票いただき、そして1位に選んでいただき本当にありがとうございます。この写真はですね、2年前の2018年4月の22日に弘前公園というところで撮影をしてまいりました。この年はですね、東京は例年よりも非常に早い桜の開花だったんですけれども、一方で東北地方は若干早い程度、例年の見頃はと言いますと弘前はだいたいゴールデンウィークの直前ないし前半だと言われていますね。非常に人気スポットになりますので必死になって写真を撮ったのを覚えています。弘前城と桜のコラボの写真が撮れる、これも綺麗なんですけれども、何より有名なのが桜の花いかだと呼ばれる現象で、満開を過ぎて散ってしまった桜の花びらがお堀一面を覆うんです。これ本当に綺麗なんですけれども、ただ一方で満開を過ぎてからの数日間しか見られないものとなりますね。非常に圧巻です。改めましてこの度は本当にありがとうございました。あの田中気象予報士が言うには、はい、弘前にはアップルパイの名店も非常に多くあるということで、そうなんですね、ぜひ食べに行きたいですね、はい、花より団子、うん、花と団子というねいろんなコラボが楽しめる弘前だそうです。やっぱりね、はい、一番の名所というところがトップに選ばれましたね、うん、そうですね、うん、今年はちょっとあの、はい、弘前城のお花見っていうのができなかったかと思うんですけども、はい、ぜひね来年また弘前城でお花見できることを願いましょう。はい、行ってみたいですね、うん、いや行ったことあるけど、ハルさん隣だもん。さあいかがだったさあいかがだったでしょうか。はい、もうだいぶ今ね暑くなってきてますけど、そうですね、私たちも今日は半袖で、うん、はい、でもお届けしてますけど、まあこの時期に桜の写真見られるっていうのもなかなかいいもんですね、うん、そうですね、うん、でこれ来年もやるのかな ねなんかその前に私、うん、あの紅葉の写真も皆さん見てみたいなと思うんですよ ね。じゃあ、まあ今回の企画者でもあるし、はい、まあ、ウェザーマップのブレーンでもある、はい、渡辺翔太郎気象予報士に後でねちょっと相談してみようかと思いますので、はい、楽しみにしておいてください、はい、さあ今回の動画、ちょっとでもこうね桜見られて元気になったとか、はい、綺麗な写真見れてよかったと思う方はぜひ高評価ボタンを押してください、はいはい、そしてこのチャンネルでは天気予報などもね普段やっていますので、はい、ぜひチャンネル登録をして通知もオンにしておいていただけるとありがたいです。いろんなチャンネルがねありますので、ぜひご覧いただけたらと思います。はい、ではまた紅葉の動画で会えるかもしれませんので、はいはい、楽しみにしておいてください。
つばねー。